こんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤裕介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間。今日はですね、このチャンネルもご覧くださってるんだと思うんですけれども、Twitter の方にいただいたご質問にお答えしたいと思います。このバイオリンの弓ですね、この右手で持ってる弓のですね、元と先どちらの方が弾きやすいんですかっていうご質問いただきました。でちなみにそのツイッターの方は、私は、どちらかというと弓の先の方で弾く方が弾きやすくてね、って書いてありました。穴澤さんはどちらの方が使いやすいですか、ね、で私は、ツイッターの方でお答えしたのは、元と先どちらが使いやすいなんっていうふうに考えたことはあまりなかったんですと。まあでも、面白いご質問なので、動画の方で取り上げさせていただきますというふうにお返事をさせていただきました。でそれからですね、私いろいろと昔の自分のことを思い出してみました。で確かに昔、その子供の頃は元と先どちらが使いやすいかって言われると、多分私も先の方が使いやすいと思ってたような記憶がうっすらあります。で、これですね、ただ年齢とともに、どちらが使いやすいっていうのは本当だん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 変わってきて、まあ、今は全くどちらの方がっていうのはないんですけど、ただですね、弾く奏法によって元の方が弾きやすい、先の方が弾きやすいっていうのは絶対的にありますし、あとやっぱり大人になってから感じるのは、普通先の方がやりやすいと言われてるけど、そんなこともないんじゃないかなって思うこともいっぱい増えてきたっていうことですね。例えばですよ、元の方で弾くと難しいのは、この弓のこっち側ですね、この弦に当たってるところよりも先のこの遊びの部分がすごく大きくなるわけですよね。そうするとその小指に負荷がかかるのもありますし、そうだな、ちょっとこうやって安定するのが、させにくい分、他の弦とかにも、ぶつかる確率が元の方が高いように思います。そういう難しさはありますよね。ただ、先の方に行くと、そういうこの遊びの部分っていうのが、この自分の手と指の先の方でこうやってバランスを取っていられますので、ね、こう他の弦にぶつかるっていうと、よっぽどこっちの手の方を大きく動かさない限りは他の弦にはぶつからないわけですよね。ね、だから、先の方が安定しているようにも思います。ただ元の方が手に近いわけじゃないですか、ね、そうするといろいろ自分の意思でコントロールしようと思ったことが元の方がやりやすいんですよちょっと言ってること分かりますかねちょっと専門的な話にだんだんなってきちゃいますけど、でバイオリンの割と基本として、大きい音はね、元って手に近い方ですね、元で弾きなさいっていう基本があります。でこれは手に近いから大きい音が出しやすいっていうのは当然あるんですけど、で小さい音は弓の先の方で弾きなさい、ね、これも基本としてあるんですけど、ね、さっきも言ったように手に近いところの方がコントロールしやすいんですよ、自分の意思でね。だから私は、結構今元の方が小さい音はむしろ出しやすいって思ってます。っていうのは結局元の方でも弓に圧力をかけなければいいだけの話ですから、こうやって浮く力を元の方で与えてあげれば小さい音は十分元でも出せるわけですよね。でこういうコントロールが先の方よりも弓の元の方がつけやすいので、私は案外小さい音は元の方が出しやすいなって、
社会人になってからは結構思ってますし、まあ一番は弓のどの部分でもまんべんなく上手に使えるのが一番ですよね。もうそれを言ったらでも質問に なってませんからね、あの回答になってませんからね。まああの本当そうだな、うん、必ずしも、先の方がやりやすいと言われていることが、先の方がやりやすいとは限らないというあの感想をたくさん持つようになりましたということでお答えになってるかどうか分かりませんけど、はい、そんなんでよろしいでしょうか。でも弓はまんべんなくどこでも使えるようにしましょうということで、答えになってるようななってないようですけれども、はい、皆さんも何かご質問があったらぜひあの気軽にコメント欄に書いてください。ツイッターね、つながってる方はツイッターでも大丈夫です、もちろんね今回のように。はい、ということでチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。